安島立脇は、幕末に活躍した水戸藩の家老。安政の大国で切腹を命じられた。維新後、安国神社、五国神社、海天神社に合祀された。忌名は、新律。父は、戸田三衛門忠行。母は、安島七郎左衛門進化の女。養父は、安島マ原始上新順。幕末の西欧列強の日本接近の危機に備える、ため。 幕府内の解剖係に、徳川成明や、兄、戸田忠太夫、藤田東弥らと共に参与、また、三戸藩において、日本初の軍艦朝日丸の建造に参与するなどして、日本の解剖に功績を残した。十三代将軍、徳川家正子の軽視問題に一橋派として、暗躍し、幕府支給派の井伊直助らに警戒される。黒船来航以降、外国からの脅威に、 危機感を抱いた朝廷が、尊能上位の実行を幕府に促すよう、説得すべしという直上を、水戸藩に下されるという前代未聞の事件が発生し、朝廷が幕府を介さず、一大名会への直々に命令が下されたことで、幕府の威信を傷つける事件となった。一連の事件を、土の絵馬の密直という。縦脇はこの直情の効果に関与し、さらに幕府の最高責任者であった。 いい直おすけ暗殺に関与の疑いがかかったことで幕府の表情書より出頭命令が下され幕府に囚われる。その後幕府は尊皇派への弾圧を断行した安政の大国によって切腹を命ぜられる。歌や監視にも造形が深くなりやきの腹心として名家老としての評価を得る。縦脇をはじめ大国で亡くなった志士たちの死はその後の幕末の歴史に 大きな変革をもたらした。成果は、不代大,大名、戸田氏の支流松本藩主、松平丹波森康町を祖とする、戸田松平家の分家にあたる、代々、水戸藩主の家柄。戸田三衛門忠行の次男、実母は、安島七郎左衛門進化ので、母方の叔父安島源氏上新順の養子となった。 三河府代の名門戸田氏の着流、戸田松平家の分家の羊であるが、佐竹氏旧心の血筋である母方、安島氏の家徳を継いだ。署名は、矢次郎と名乗り玄伏して、伊見名を、中介とする。安島氏を継いでからは伊見名を、真律と改めた。文政十二年、三戸藩主刑死問題が起こると、兄、戸田正太夫と共に、徳川成明焼き立に奔走する。天保年、 家徳を継ぎ同年、三両をサムエイを検索した。天保十一年には環状奉行に昇進し、ついで故障と踊りとなった。高下元年、成明が罰せられると節縁に奔走しや黒くを召し上げられ謹慎となる。安政三年、再び登用されて小川用人となり、反省改革や成明の幕政を補佐し功績を残す。成明が、 幕府の命により解剖参与になると、実刑へ、戸田正太夫が、幕府海岸防御御用係、縦脇が、幕府解剖参与秘書係を命ぜられる。水戸藩の官僚として活躍し、藩士の教育行政にあたる、学校奉行や、日本初の軍艦である朝日丸を、建造監督にあたり、幕府より恩賞を受けた。実刑へ、戸田正太夫や藤田東子が、 安政の大地震により亡くなったため、安政5年7月、成明の命により、三戸半家老に任ぜられる。また、家老昇進にあたっては身分にふさわしいなとして、朝廷の正式な官職に次ぐ由緒のある百官名、縦脇を称するようになった。就任前後は十三代将軍、徳川家定の後継をめぐって、井伊直弼や松平頼種といった不代、大名や、 カモンの門ンバ層が、徳川の着流に近い奇襲藩主、徳川義富を擁立して南紀派を形成し、片や徳川成明を中心に、審判にて、カモン筆頭たる、福井藩の松平春学、夕藩の当主である、薩摩藩の島津成明ら、土佐藩の山内陽道、宇和島藩の伊達宗成な,りなどの幕末の四天候が、英米で聞こえる成明の七男、 一橋義信を法じて一橋派を形成して、対抗していた時であった。縦脇も、主君、成明の実子である義信を将軍とすべく奔走した。縦脇は、一橋家臣の平岡縁四郎や福井藩士の中根、行恵、橋本さ内、住者の梅田運品、久ん、野家の家臣、飯泉紀内、五石家筆頭のこの池老女、村岡。 三戸徳川家の遠石にあたる高塚酒屋三条家、その他に薩摩藩市の最後の高森にも通じた。縦脇自身も黒船来航など西欧列強の脅威が降りかかる国難に対処し得る将軍として吉信に期待をしており、吉信のことを徳川の流れを済ましめん五人と評している。こうしたことから縦脇は三戸藩内にとどまらず、 幕府の支給派からも憎まれる存在となっていった。そのような折に朝廷が、三戸藩に、幕府へのんなう上を促すように命じた、土の絵馬の密直に関与したと疑われ、幕府表情書より召喚され、三田藩上屋敷に軟禁されることとなった。三戸藩主、徳川義哉は、古三屋の家老が、幕府に囚われるなど前代未聞で、すぐに解放する様に要請したが、叶わなかった。 幕府の尋問により、縦脇は無罪とされたものの、退を良い,い直助より再審議を命じられ、さらに無罪とされるといい自ら縦脇に切腹を命ずることとなった。水戸藩史料に曰く、真実の真を受けくる教師慎重幻苦もせず、罪を一心に受け気により抵触せず、幕府有志も皆その、器式徳領に干渉しその死を惜しまざるは、なしと伝えている。 安政6年8月27日、駒込の三田藩邸において切腹。去年49。遺体は、老いの水戸藩が老、戸田銀次郎宅に収容され、遺族に引き渡された。墓所は、茨城県水戸市坂戸町の酒門共有墓地。墓石には、大東安島福君墓と刻まれている。その後、文久2年11月28日、縦脇の罪は直命をもって、 向こうとされ、その名誉を回復している。一心後の明治十二年、正四位が増位された。家門は、まるに細立ち火事の葉。縦脇の家系については、三戸徳川家の資料水府計算、第四十五巻に見え、佐竹義信九神、安島丹後信勝まで祖先を遡ることができる。この丹後信勝は当初は、佐竹義信に仕えていたとされ、 信勝は、主家の秋田予報に伴い浪人し、日立国内に泊まることとなったと記録されている。信勝の子、安島義江門信重の代に至って、日立松岡藩主として転保されてきた官務兵士の、支流、戸沢氏の当主、戸沢政策官に主官することとなる。しかし、戸沢氏が、出羽国の新城藩に転ずるとこれに同行することなく、給料に泊まり再び浪人する。 信茂の子、安島まじざい信んのぶじの代に至って、姉婿の推挙を受けて、旧、佐竹良の診療主である、水戸藩主、徳川よりふさに主官することとなった。以来代々水戸藩主となる。家柄は150国の藩主であり必ずしも高い、ものではなかった。縦脇の祖父、安島七郎在いも進化の代に至り、京都留守居役や、水戸徳川家の即女、 国姫の側用人などの養殖にもつくなど、主家の信頼を得ていったと考えられる。進化は、実施、原始上新発が創生したため、着村、原始上新順を後取りと定めて、家督を譲ったが、妻女との中に実施に恵まれず、進化の女、戸田忠之室が生んだ外孫の縦脇をもって、後取りとした。あじマタンごの部活、吉江門の武士家、自在門の無事。 七郎衛門の,ののぶひさ、七郎衛門の、新世にイコール七郎在衛門進化、原始上新圧、原始上新順にイコール対等新立。七郎太郎新儀立脇には妻、久米新七郎長茂の女との間に、御三郷筆頭一つ橋徳川家中郎となる長女、達子、三戸藩邸江戸古将、立原牧二郎の妻となった、次女、三千子。着男の七郎太郎新儀、次男。 富田七郎三郎と桃政の子を授かった。なお、縦脇新立の長女律師は、父の切腹に伴い一橋徳川家を辞去を強いられ、安島家に戻された。長男なろ郎太郎新義も父の切腹により、出資できぬ身となったが、朝廷からの直命もあり、文久2年11月18日、縦脇の罪が許され、それに伴ってお家再婚を許されている。これにより、 七郎太郎は改めて、三戸藩より百五十国、物なり百五十国合わせて三百国を救せられ、仲のより合い務めを命じられている。次男七郎三郎も、中港の戦いで、天狗派について、降伏、切腹した三戸藩若年寄戸田三安之助の後を継承し、富田氏に入籍した。また、七郎太郎真の姉で、東立の次女子については、 源氏元年8月23日、夫、立原僕次郎が、獅子戸藩主、松平大井の神よりのりに従い天狗党の、騒乱の中で討ち死にしたことで家負となり、家負となった縦脇次女美智子には、同年11月、前藩主、吉厚や将軍、吉信の母である、貞吉陰宮、吉子女王より、大黒天を移した図や若が玉物組みされるなど、味負けは最高以来、 主家より、格別の恩情を受けていたとみられ、その図画や資料が、今日も、味負けし忖度に残されている。次女道子も、和歌の道に通じていたとみられ、桃筒修なる歌集を編み、防腐体等身律の25回期である明治7年に、父君の25回期に、秋階級ということを読みて盾祭りとして三種の歌を残している。さらに、盾脇の謹慎では、 真実の老いにあたると田銀次郎忠則が、叔父立脇の死後に、水戸藩家老の職を引き継ぎ、水戸藩政を取り仕切る者の,の、諸政党と対立して失脚。立脇の義兄とその子である、水戸藩紀武則、里見座右衛門、親長、近方親子も尊老派として討ち死にしている。ありがとうございます。